おはようございます。こんにちは。こんばんは。バイスです。今日するのは4月購入本紹介。ありがとうございます。まあ、ただ、その、あれですね。毎月のように購入本紹介をできてしまうということは、読めもせんのにたくさんの本を買ってしまってるってことなんですよ。なんで、良い子は真似しないでください。でも私は悪い子なんで買うんですけれどもね。言うてやってますけども。ねえ、こんな感じでいいかな。はい、それじゃあ早速始めていきましょう。今回買った本はこれだけあります。9冊ほどあるかな。4月の文芸紹介をしたんですけれども、1冊追加しました。それがこちらです。小説新潮を購入しました。っていうのも R18 文学賞の受賞作発表があったんですね。なんで、これはちょっと去年に引き続き紹介していきたかったので購入しました。優秀賞が中谷美織、読み方を書いてください。中谷美織さんの頬月の節句で、友近賞が吉井優さんのゴーヤとチーズの少量間っていうやつ。この2作は近いうちに、ビブリオバトルで小説紹介したいと思いますので楽しみにしといてください。今年も面白い作品が載ってました。何がいいって、この小説新潮はどっちかっつったらエンタメ寄りの文芸誌なんですけど、この受賞作結構ね、純文っぽい感じがするんですよ。これ純文とエンタメを僕の中で明確に分けることはできないんやけど、なんとなく純文っぽい雰囲気がするので好きなんですよ。なんでこれが出るために僕は押していきたいと思います。それ自分がこれに応募できないのが残念やなって思う感じです。R18 文学賞、これね、毎年面白いので小説新潮で載ってますんで、ぜひ購入してみてください。また紹介します。さあ、それでは単行本と文庫本の方に行きましょうか。まず、一冊目がこちら。赤染め明子さんのジャムパンの日です。あ、ジャムパンの日です。赤染めさんは乙女の密告で芥川賞を受賞されている方です。このジャムパンの日めちゃめちゃ面白い。エッセイ集なんですけど、ちょっと幻想味も入ったような、この人のぶっ飛んだ頭の中が見える感じのエッセイ集です。一番初めのジャムパンの日なんかも完全に妄想の中に入っていってますし、なんかユーモアというか遊びの入ったボケの効いたエッセイ集です。こんな文章を書けるようになりたいなと思いながら読みました。エッセイやから実話も入ってると思うんやけど、こんな出来事いっぱいあるんかなとか思いますよね。もしかしたら僕らの生活の中にもそういった出来事はたくさん起こってるんやけど、それを摘み取るだけの要領が僕らにはないだけなんかもしれないですけどね。いろんなもんにこうアンテナ張って、ね、生活していきたいなと思いますよね。こういうの読んだらね、文章を書く人間にとっては勉強にもなるような本ですので、赤染明子さんのジャムパンの日、ぜひ購入して手に取って読んでみてください。おすすめです。2冊目がこちら。片瀬清さんのカプチーノコーストです。かわいい想定。これしんどい時ほど周りに頼れない。給食中に海岸のゴミ拾いを始めた自分を見つめ直す一月の物語。この、まあ、内容としては精神的にしんどくなってお仕事を休職して、その休職してる間にビーチクリーニングをするっていう話なんやけど、その人とのこう関わりを作っていくことのしんどさとか、休職者に対してお仕事何してるんですかって当たり前のように日常的に交わされるこの会話の煩わしさというか、まあ、めんどくささというか、何気ないその言葉が心に刺さっていってしまうっていう精神的な葛藤みたいなところが描かれているので、これは共感する人が多いんじゃないかなと思います。自分の中にちょっとしんどさを持ってる人とか、何かこの自分だけの感覚って思ってしまってる人とかがいれば、この本読んで、あ、自分だけじゃなかったやなって、周りには仲間が結構おるんやな、同じことを思ってる人がおるんやなっていうのを感じられる作品やと思いますので、片瀬清さんのカプチーノコースト、講談社から出版されています。ぜひ購入して手に取って読んでみてください。それでは3作目です。3作目はこちら。西かな子さんの雲を探すです。カナダで癌になった、あなたにこれを読んでほしいと思った。これね、もう読んだんですけどめちゃめちゃいいですよ。これ西かな子さんのノンフィクションの小説でも、エッセイではないんですよ多分多分エッセイではなくて、これはノンフィクション小説だと僕は思ってます。っていうのも、語学留学でカナダに行ったと。で、そのカナダで癌になってしまって、そう、治療していかなあかんないけど、その異国で言葉もまだ流暢ではないような状態で治療していかなあかんっていう不安もあるし、自分のがんに対する体、命の不安もあるし、その中でどういうふうに治療を進めていったかっていうのが書かれてます。
で、その中で同じように病気を抱えてしまった人、まあ、もちろんやし、病気を抱えてない人であっても、その人たちの心とか体とか決断っていうものは誰にも侵害されるものではなくて、自分自身のことは自分自身で決めていくことができるんだよっていう前向きな思いも書かれてますので、全ての人にお勧めできる作品やと思います。西加奈子さんの雲を探す川出消防新社から発売されてますので、ぜひ手に取って、購入して読んでみてください。4冊目です。4冊目はこちら、太田光さんの笑って人類です。いや、これね、これちょっとね、買うか迷ったんですよ。っていうのも、2段組で500ページ超えなんですよ。読むんどんだけかかんねんって感じですよね。で、もうちょっと読み始めてて、4分の1ぐらい読んだんですけど、この人やっぱり、なんていうかな、アホですね。これは僕が、大好きやから言うんですよ。太田さんのことを大好きやから言うんですけど、この人やっぱりちょっとアホやな。内容は、まあ、フィクションですよ。エンターテインメントですよね。まあ、テロ組織があると。そのテロ組織と条約を結んでいる、平和を維持していこうっていう国々がどういうふうに、関わっていくかっていうような、一つの団体を本当にこの人たちは悪なのっていう、ほんまにこの人たちを悪者としてしまっていいのみたいな、太田さんの頭の中なんとなくわかるような気がします。で、まだ途中なんですけど、読み終わったらまた感想も伝えたいなと思いますので、面白いです。これはほんまに面白い。太田光さんの笑って人類、幻冬舎から出版されてますので、ぜひ購入して読んでみてください。ちょっと根性いるかもしれません、厚み的にね、はい。で、5冊目はこちら、佐藤亜紀さんの喜べ幸いなる魂よです。この本は読売文学賞っていう賞を受賞して、ちょっと話題になったんですよ。そこから読みたいなと思ってたんですけど、いかんせんうちの田舎の本屋にはなくて、探し求めて見つけて購入しました。幼馴染2人の40年にわたる大きな愛の物語、世界文学級の面白さと絶賛の嵐って書いてるんで、ちょっと恋愛なんですかね、はい、読んでみたいと思います。まだ全然手つけてないので、ただちょっと読まなあかん対策がたくさん立て込んでて、いつになるか分かりませんが、必ず読んで、感想を伝えたいと思いますので、皆さんも見つけたら、購入してぜひ読んでみてください。佐藤亜紀さんの喜べ幸いなる魂を、角川書店から発売されてますので、ぜひ手に取って購入して読んでみてください。じゃあ6冊目です。6冊目はこちら、川上美恵子さんの黄色い家です。これはもういろんなところで話題になってるのでね、特に僕から話すことはないと思うんですけど、もう話題に便乗して私も購入させてもらいました。人はなぜ金に狂い罪を犯すのか、孤独な少女の戦いを圧倒的スピード感と緻密な筆で炙り出すノンストップノワール小説ね、若干犯罪も絡んでくるような話やと思います。この間川上美恵子さんがツイッターのスペースでお話しされてたんですけど、あの人めちゃめちゃおもろいですね。そんな面白い人が書いた小説なんで、間違いなく面白いと思います。川上美恵子さんの黄色い家、中央公論新社から出版されてます。ぜひ購入して手に取って読んでみてください。はい、じゃあ7冊目です。7冊目はこちら、村上春樹さんの町とその不確かな壁です。僕ずっとね、村上春樹作品はずっと苦手って言い続けてきたわけですよ。でもそんなに数読んだことがないですね。だから言ってしまえば、いくつか読んでなんか嫌いやなって思っちゃってるだけなんですよ。食わず嫌いみたいなもんですよね。で、食わず嫌いはフェアじゃないと、せこいやろと。なんで新しい本も出たことですし、これをきっかけに春樹ストを目指してみようかなと、これ読んで面白かったらいろんな春樹作品読んでみようかなと今思ってる段階です。でもまだ封も開けてません。まだ封も開けてないんで、ちょっと踏み出すのにまだ思い切れてないやないかみたいなところあるんですけど、これきっかけに読んでいきたいと思います。いろんな人からどんな話かみたいなのをちょっとずつ聞いてはおるんですけど、楽しみにしたいと思います。村上春樹さんの町とその不確かな壁、新潮社から出版されてます。もうね、僕が紹介せんでもみんな知ってることやと思いますから、ぜひ購入して読んでみてください。で、ここからは文庫本です。2冊あります。で、文庫本1冊目がこちら、牟礼陽子さんのいかがなものかです。これはエッセイ集ですね。その知り合いに、このエッセイの内容がなんかあなたが考えてることに似てるから読んでほしいって言われたんですよ。どんな文句やねんと思いながら、
まあね、言われたからには購入して読んでみようかな。この人の思考のこう流れというか考え方が僕に似てるらしいです知らんけどまあちょっと読んで、ああでも、あの読みながら、あ、わかるわかると思いながら、でもそのこの人結構ズバってこう自分の価値観で、あ、この人ダメだみたいな感じで書いちゃってるんですよ。僕そんなに人のことダメだと思わないですけどね。なんかちょっと言葉は強いですけど、やっぱり強い言葉なり の説得力はありますから、読んでみてください。牟礼陽子さんのいかがなものかです。集英社文庫から発売されてますので、ぜひ手に取ってみてください。そして最後、文庫2冊目です。2冊目はこちら、有吉沢子さんの女2人のニューギニアです。有吉沢子さんといえばもう和歌山の文豪ですよ。最近だったら挿絵の女とか、あの単行本で発売されてましたね。で、あの木の皮とか花岡清秀の妻とか、結構話題になったあの作品がたくさんあると思います。で、その人の書いたエッセイです。なんかの表紙に、ね、ニューギニアにあの2人で旅をすることになってしまったっていう話なんですけど、これめちゃめちゃ面白いです。めちゃめちゃ面白い。なんであの有吉沢子さんの女2人のニューギニア、川出文庫から出版されてますので、ぜひ購入して手に取って読んでみてください。めちゃめちゃ面白いです。購入本紹介はあの以上なんですけれども、最近本好きで和歌山に来た人はぜひ行ってほしい本屋さん見つけました。この3冊僕買わせてもらったんですけれど、あの本屋プラグさんっていう本屋さんあるんですよ。でそこの雰囲気、これ絶対本好きな人この雰囲気好きやわっていうようなお店見つけたんですね。古本もあって新刊もあって、何よりも大手の本屋さんで置いてるラインナップと全然違うくて、これは絶対本好きな人が選んで並べてるっていう本の並べ方してるんですよ。これはね、ぜひ和歌山に来る機会があった時は本屋プラグさん、和歌山城の近くにありますわ、はい、ぜひあの足運んでみてください。大きな本屋さんではない、ギュッとしてる本屋さんなんですけど、めちゃめちゃ面白いね本屋さん見つけたんで、ぜひもう和歌山に住んでる人も、和歌山に何かの拍子に来る機会があった人も足運んでみてください。ということで今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。